坂道グループのメンバーたちはその美しいビジュアルや個性豊かなキャラクターで多くのファンを魅了していますが、実は彼女たちの中には運動神経抜群のメンバーもたくさんいます。それでは今回はまるでオリンピック選手のような身体能力を持つ運動神経が良すぎる坂道メンバー5選をご紹介します。某有名スポーツ番組で結果を出したメンバーや学生時代からその頭角を現してきたメンバーなど様々です。ぜひ最後までお楽しみください。また坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。1人目は日向坂の東村芽依さんです。東村さんは日向坂の1期生で、今年9月に発売される12thシングル「絶対的第6巻」の活動をもってグループ卒業を発表しています。東村さんは欅坂の冠番組「欅ってかけない」の 50m 走で7秒6を記録。番組登場時からその運動神経の良さを発揮していました。その運動能力の高さから奈良のチーター、運動お化けと称される東村さんは2021年に TBS の「SASUKE」に初めて出演、2022年にも出演し、ファーストステージの「ドラゴングライダー」で落下してしまったものの、難関を次々とクリアしていく東村さんの運動能力に称賛の声が寄せられました。その活躍ぶりも評価され、東村さんは翌年の大会も含め過去3度「SASUKE」に出演しています。東村さんの活躍にネット上では「めいめいを叱った、ドキドキしたけど余裕があってすごかった、シルクスライダー練習してきたのが伝わってきた、本当にお疲れ様、またリベンジ楽しみにしてます」など多くの反響が寄せられました。最近では2023年8月に行われた日向坂バラバラ大作戦真夏の大運動会のダッシュ&ラッシュ軍団対抗全員リレーが記憶に新しいです。4チームによる混戦模様でアンカーにバトンが渡ると、東村男前軍団最終走者の東村さんが体力お化けっぷりを見せつけて瞬く間にごぼう抜きし、最下位からドラマティックな逆転劇を展開して1位でゴールしました。東村さんの運動神経の良さはグループでトップクラスであることに間違いはありません。卒業後もその栄光は語り継がれることでしょう。2人目は乃木坂の佐藤楓さんです。乃木坂3期生でれんちゃんの愛称で親しまれている佐藤さん、おっとりとした性格から天然キャラと言われることも多い佐藤さんですが、グループ屈指の運動能力の持ち主です。佐藤さんは中学、高校とバドミントン部に所属し、高校時代に愛知県大会ベスト8、グループ所属後もその運動能力を披露し、2020年にはオールスター感謝祭2020秋のミニマラソン大会に参加しています。箱根駅伝で区間賞を獲得した青山学院大学の神林雄太選手がいとこであるという佐藤さんは、スタート前にいとこの名に恥じないように、そして感謝の気持ちを込めて走りたいと意気込んでいました。佐藤さんは声優の金田朋子さんに続いて女子2位という結果に、完走後乃木坂の公式ツイッターで「なんとか完走することができました」と報告。応援してくださった皆さんありがとうございました、いつかまたリベンジしたいです、楽しい、きつかったーと綴っています。将来的にフルマラソンへの挑戦を目標に掲げているという佐藤さん、今までは綺麗なお姉さん的な立ち位置でおとなしい印象のメンバーでしたが、体育会系アイドルとして大ブレイクする兆しがあります。またTBS の「SASUKE」にも3年連続で出場。先ほど紹介した東村さんと共に結果を残し、アイドル界を熱狂の渦に包み込みました。グループ公式 YouTube である「乃木坂配信中」では厳しい特訓を行う動画も公開し、その運動能力の高さにファンからは驚きの声が上がりました。公園で地道に練習を積む佐藤さんの真面目ぶりに多くのファンが感動していました。現在も大学駅伝の際にはゲスト出演したりと、着実に外番組での活躍が増えている佐藤さん、その真面目さと抜群の運動神経でこれからも活躍していってほしいと思います。3人目は櫻坂の村井優さんです。村井さんの特技はダンスとバレエ、ピアノ、バスケ、バレエとピアノと習字は習い事で、バスケは中学校の部活で、ダンスは高校の部活で腕に磨きをかけたそうです。そのためオールラウンダーを自称していますが、高校の体力測定の立ち幅跳びで驚異の240センチを記録し、男女総合で1位を獲得するなど運動神経の良さは折り紙付きです。運動神経が発揮されたのは2023年秋のオールスター感謝祭での赤坂5丁目ミニマラソンです。マラソン中にもかかわらず駆けつけたファンに笑顔で手を振っていた様子が放送され、村井ちゃん偉すぎ、さすがアイドルやなどの称賛の声が多く上がっていました。また、2024年の8月に放送された桜坂真夏の大運動会でも持ち前の運動神経を発揮、カメラのセルフタイマーを遠隔で起動してからダッシュし、写真の撮影範囲に可愛く写り込めたらポイント獲得となるショットガンシャッターでは、桜坂一の俊足である増本綺良さんと最後まで熾烈な争いを繰り広げ、負けはしたものの3期生として堂々たる活躍ぶりを見せました。幼少期からのバレエ経験者で、中学では3年間バスケ、高校時代はダンス部でさまざまなジャンルに挑戦するなど、桜坂屈指のダンサーである村井さん。3期生の運動能力チェックでは、スポーツ万能、運動企画での活躍が期待される村井と紹介され、50メートル走と反復横跳びで1位。スタジオでは高い俊敏性を持つ森田光さんにビーチフラッグで勝利しました。今では桜坂を代表する運動メンバーとして活躍しています。4人目は乃木坂の松尾美優さんです。松尾さんは当初は2018年11月に4期生として配属予定で、メンバーへの挨拶も済ませていたそうですが、学業優先のため辞退。その後、新4期生として満を持しての加入となりました。中学生の頃はチアリーディング部に所属し、週6で練習を重ねていたそうで、その成果もあり、研修生ツアーバスラではタンブリングでのバク転を披露し、ドームをどよめかせていました。乃木坂随一の運動神経抜群メンバーとして新たな扉を開いています。中学3年間チアリーディング部に所属していた松尾さんは、初出演となった乃木坂工事中でロンダートからのバク転2回を披露。その運動神経には司会のバナナマン設楽統さんと日村勇紀さんも驚きの声を上げていました。2022年に開催された乃木坂大運動会2022では、チアリーディングパートでバク転を披露したほか、リレーではアンカーを務め俊足ぶりを見せています。 YouTube 乃木坂配信中の体力測定企画でも 50m 走に挑戦し、8秒12を記録。また、走り高跳びでも 100cm を飛びました。高い運動能力を生かし、ダンスの能力も現在の乃木坂ではトップレベルで、35枚目シングル「チャンスは平等」のアンダーライブではアンダーライブキャプテンを任されています。松尾さんはインタビューにて、持ち前の運動神経を生かしてスポーツ系のお仕事も増やしていきたいと語っています。もともと体を動かすことが好きで、スポーツは何でもできる方。以前乃木坂で運動会をやった時も 50m 走で1位だったんです。乃木坂ってあまり運動系のイメージがないと思うんですけど、自分が得意とすることで新たなジャンルを切り開いていけたらいいなと思っていますと語っています。今後は運動神経抜群アイドルとしてその地位を築いていってほしいですね。5人目は日向坂の高橋みくにさんです。高橋さんは幼少期から活発でよく怪我をしており、同時期に通っていた幼稚園での行事の際に高橋さんを撮った写真は、体の複数箇所に擦り傷が多くあるようです。中学の時は吹奏楽部に所属しており、特技のクラリネットを披露した過去もありました。一見、運動とは無縁のように見える高橋さんですが、抜群の運動神経を誇るメンバーの一人です。実際、運動神経が良く足が速いため、小中学校の短距離走のリレー選手には必ず選ばれていたということを告白しています。また、体育が好きな科目だったらしく、本人は運動が得意というよりも体を動かすことが好きなんですと語っていました。日向坂で会いましょうでもその運動神経の良さを発揮しています。番組で行われたドッジボールでは投げ方が男らしいと話題になりました。球も速く正確で、番組 MC であるオードリー春日さんに躊躇せずボールを当てていたのが印象的でした。当てた後の悪い顔が話題になっており、番組のテロップには高橋さんのことを「毒に」と書かれていました。高橋さんのキャラクターも愛されている証拠なのでしょう。東村さんが卒業し、グループの運動神経いいキャラが少なくなってしまうので、高橋さんにぜひとも後継者になってほしいと思います。いかがでしたでしょうか。今回は運動神経が良すぎる坂道メンバー5選と題して、運動神経がずば抜けているメンバーたちを5名ご紹介しました。普段のダンスパフォーマンスでは見られない、スポーツイベントやバラエティ番組で見せる彼女たちの意外な一面に驚かれた方も多いのではないでしょうか。アイドルとしての魅力だけでなく、驚異的な身体能力を持つ彼女たちの多彩さには感心するばかりです。これからも彼女たちがどのような場面で新たな一面を見せてくれるのか、ますます楽しみですね。ぜひともその運動神経を発揮できる場を提供してほしいなと思います。動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。